皆様お待たせいたしました。第3部の開演です。ここからは宮城、山形両県の警察音楽隊の迫力ある合同演奏のステージをお楽しみいただきます。まず初めの曲はディズニー映画ハイスクールミュージカル2より What Time Is It をお送りいたします。夏休みを待ちきれない高校生たちが歌って踊るシーンで使われた明るく華やかな曲を山形県警察カラーガード隊の元気なポンポンの演技とともにお楽しみください。式は山形隊奥山学長でお送りいたします。しました。続きましてはこちらもディズニーでおなじみの曲です。小さな世界をお送りいたします。この曲はウォルト・ディズニーの世界のどの国の言葉でも歌えてどんな楽器でも演奏することができて覚えやすい歌をという願いが形になった曲です。半世紀近い時を経た今もなお子供から大人まで世代を超えて愛される名曲を宮城県警察カラーガード隊の演技とともにお送りいたしましょう。式は宮城隊菅原学長でお送りいたします。Thank you.
な世界をお送りいたしました。皆様いかがでしたでしょうか。あのフラッグ演技などカラーガード隊の息の合った演技、圧巻でしたね。まあ、曲はもちろんですけれども、目にも耳にも楽しい一曲でした。続きましては、演歌がお好きという方、お待たせいたしました。名曲揃いです。3曲続けてお送りいたします。鳥羽一郎さんの兄弟船、石川さゆりさんの津軽海峡冬景色、細川たかしさんなど多くの演歌歌手に歌われているなにわ節だよ人生は、往年の演歌の名曲3曲をメドレーでお送りいたします。これら3曲は世代を問わず本当に耳慣れた名曲ですね。それでは皆様お楽しみください。
演歌メドレーをお送りいたしました。続いては今日は会場にお子さんもいらっしゃいますが、ドラマ丸物掟の主題歌丸々モリモリをお送りします。この曲は芦田愛菜ちゃんと鈴木福くんがドラマの役名としてのユニットカオルとトモキたまにムックで歌っています。通称丸森体操として震災後の日本を元気づけ爆発的に有名になったダンスを、本日は両県のカラーガード隊と音楽隊若手のスペシャルユニットにより皆様にお届けしましょう。踊りをご存知の方もいらっしゃると思いますので、ぜひご一緒にお楽しみください。そうでない方も手拍子をしていただくなどして大いに楽しんでいただければと思います。式は山形県警察音楽隊奥山学長でお送りいたします。本当にこうつい体が自然にこう動いてしまうような曲ですよね。私にも2歳になる息子がおりますが、息子もとても大好きな一曲です。まるまるもりもりをお送りいたしました。そしてあっという間にお時間が過ぎてしまいました。皆様本日最後の曲となります。日本の名曲をメドレーにしたあの日聞いた歌です。ふるさと浜辺の歌、ヤシの実、赤とんぼ、春の小川、花。これらの曲の多くは100年またはそれ以上の長きにわたり、まるで世代を超えた人々の心と心が共鳴するかのように大切に歌い継がれてきました。日本の文化を映し出す鏡ともいえる名曲を、故郷や愛すべき人々との絆、大切な思い出にお心を寄り添わせてお聴きいただければ幸いです。それでは菅原学長お願いいたします。